タイルチャンネル。ずれとる。ケースタイルチャンネル、ここ。ダメだった。違う違う違う。こっちだよ、ここ、ここ、ここ。ケースタイルチャンネル。はい、始めます。今日やることは、連打の蹴り。なんかちょっとコメントでも、いただいて。連打の蹴りを教えてください。あ、コメントがあったんですか？コメントが、なんか嬉しいよね。嬉しいですね。嬉しい、嬉しい。あったので、ちょっとやっちゃいます。じゃあ、始めていきまーす。じゃあ、ちょっとやっていきますね。はい、蹴ってみて。最悪です。でも、この蹴り方が、多分知らない人の蹴り方なのかな。うん、まだちょっと、この子 OK。まだ入って何ヶ月だっけ？5ヶ月ぐらい。そんなにまだキャリアがないんですよ。でも、そういう子だからちょっとやるんですけど、この子でもできるという連打の蹴り。連打の蹴りは、ちょっと難しいです。だけど、それをちょっと簡単に、やってみたいと思います。はい、まずコツですね。コツは、ちょっと難しいかもしれない。コツ。それがコツ？いや、これって。これだけ。ジョイナー。え？ふざけてない。これ真剣にやってる。いい？ふざけとんのか。いやいやいや、これ真剣にやってる。もうできる。できる。だって、この手を下ろすときに足を上げるだけだもん。連打の蹴りって。腰を回さないんですよ。構えてもらって、こう腰を回すと、もう連打は蹴れません。だけど、連打は縦に蹴るだけだから、この手の振りと一緒に、ポーン、ポーンとなっとけば、蹴れます。あとは、そのかかとが、ちょん、ちょん、ちょんってなるだけ。ちょん、ちょん、ちょんって感じ。で、それができるようになると、飛べるから。ちゃんと、こう、ポン、ポン、こういう風になる。最初は、これでいい。ちょっとやってみますね。何も知らない。手を振るだけでできる。で、頭がさっき下がったので、顎を引いてみて。せーの。でも、これをやるだけで、強く蹴れるの。簡単でしょ？もう一回やってみて。せーの。さて。びっくり。簡単。疲れた？連打の蹴りは手を振れば誰でもできます。できなかったらまたコメントください。また説明します。終わります。